どうも、ルイです。今回はですね、ストリートファイターデュエルやっていきたいと思いますと、今ね、イベントの方悪夢到来ということで、まあ号機が来てるじゃないですか。まあ号機のイベントが来てると、まあそれでね、ちょっといろいろ来てるので、まあ軽くね、ちょっと見ていこうかなと。まあ、詳しくはちょっと個別でね、ちょっと動画撮ろうかなとは考えてるんですけど、まあ、まず、その、悪夢到来ですね。まあ、こちらのアイコンの方、まあ、こちらの方から、まあ、号機のイベントができますよ、ということなんですけど、まあ、これ結局ね、その、何がやりたいかっていうと、まあ、イベントをこなすことで、まあ、いろんなアイテムをゲット したりとか、まあ限定召喚っていうのが、まあこちらなんですけど、まあ来てまして、その限定召喚っていうだけあって、まあこの限定召喚をしないと、まあ号機が手に入らないと。で、その限定召喚をするために、この限定召喚チケットっていうのがいるんですね。で、まあ、じゃあこれどこで手に入るかっていうと、まあ、ショップとかイベントとかモールとか、まあ、そういったあたりで、まあ、ゲットできますよ、という感じになってますと。まあ、それも、ちょっと軽く見ていきますか。じゃあ、まずは、ショップですね。で、まあ、ショップの方は、まあ、普通にダイヤで、こちらから買えるという形になってます。で、1日3回まで買えるんですけど、まあ、はじめ800ダイヤなんですけど、2回目買うときは1000ダイヤ。で、3回目買うときは1200ダイヤ必要になってきますので、まあそこをちょっと気をつけていただいたらなと。まあ1日3枚買えますよと。で、まあ、まあイベントですよね。だからこちらのイベントをこなすことで、まあ限定召喚チケットも手に入っていくと。で、まあ、こちら任務っていうのがあるんですけど、まあ、こういったね、その、デイリーとか、まあ、実績とかあるので、まあ、こういうの、こういったやつは、ま、こなしていきましょうね、という感じですね。で、まあ、号機に挑戦するとか、龍剣玄への挑戦とかあるんですけど、まあ、これ何かっていうと、まあ、こちらですね。修羅の試練ですかね。で、まあ、こちら、入っていただいたらね、ちょっと、結構みんな、入ってきてるんで、もうちょっと見にくいかもしれないんですけど、まあ、こちらに龍がいるんですよ。ちょっと、まあ、龍の試練っていうのがありますんで、まあ、これにね、挑戦していただいて、まあ、今だったら5回挑戦できますと。で、まあ、ノーマルハードとかあるんですけど、まあ、今はそのノーマルしか解放されてませんよ、ということなので、まあ、このノーマルをちょっとやっていただいてね、この、なんて言うんですかね、この、まあ、ドロップするんですけど、修羅の武魂ですかね。まあ、こちらがドロップすると、いうことで、まあ、これをちょっとどんどん集めていって、まあ、これ集めていくと B ランクから A ランク、A ランクから S ランクっていう形で、まあ、レベルアップ、まあ、ランクアップしていくんですよ。で、それを装備してもらって、で、まあ、その、まあ、これ竜なんですけど、まあ、竜とかで集めて、まあ、こちら、で、号機に挑戦して、まあ、ダメージを、多くダメージを稼ぐと。まあ、多くダメージを稼ぐっていうか、まあ、最高ダメージを、まあ、競うみたいな感じなんですけど、ね、まあ、それをやっていただくと。いう感じですね。まあ、だからその竜でちょっと武魂を集めて、号機に挑戦するみたいな。で、あとこちらなんですけど、まあ、修行レベルっていうのがあるんですよ。
で、まあこれね、その武魂を集めていくと、まあクリアできます。いろいろとレベルが上がっていくという感じになってます。まあ、ちょっとここね、ちょっと見落としがちなんですけど、ちょっとチェックして、まあ、報酬は手に入れましょうねと。で、まあここでも限定召喚チケット手に入りますんで、まあやっていこうねという感じですね。で、師範の贈り物。で、まあこちらの方はですね、イベント期間中、まあデイリー任務の活躍度1ポイントにつき、イベントポイント1ポイント獲得できるんですね。で、60ポイントごとに1枚のカードをめくれますと。まあそしたら、こちらの、報酬がどれか当たりますよっていう、まあ贈り物ですね。で、そのデイリー任務の活躍度なんですけど、まあ、普段こちらからですね、まあ、デイリー皆さんされてると思うんですよ。で、こちらにまあ現在の活躍度って出てるので、まあこちら1ポイントにつき、先ほどのポイントが1ポイントつくという感じになってますね。そしたらちょっと、まあ、今ちょっと残りのポイント0ポイントってなってるじゃない。まあ、ちょっとこれを覚えていただいて、そしたらちょっと任務一つやってみますね。じゃあ雑貨ショップでアイテムを1個購入するっていうの。まあ、これちょっとやりましょうか。まあ、これすぐ終わるんで。商店から、まあ、じゃあ限定召喚チケット買います。ダイヤで。で、買いました。で、雑貨ショップでアイテム1個購入する。これ、達成しました。受け取ります。で、現在の活躍度が10ポイントってなったじゃないですか。で、これで、豪気の贈り物いきます。で、ここ見てほしいんですよ。これ、もともと0だったのが、今、10ポイントに増えているじゃないですか。で、こういう形で、その、活躍度と、まあ、イベント期間中は、まあ、連動してるという感じなので、まあ、普通に、まあ、デイリーはしっかりやりましょうねっていう感じですね。で、孤児の明かりですかね。まあ、フルデラの明かりか、孤児の明かりか、まあ、こちらも、まあ、ですね、こいつ。師範の念珠ですかね。まあ、これを集めて、まあ、こういった、まあ、いろんなアイテムがあるんですけど、まあ、こういったアイテムと交換できますよ、というイベントですね。で、あとね、まあ、こちら、まあ、期間限定で、まあ、体験、新ファイターの試練の領域ですかね。まあ、こちら、まあ、一度きりなんですけど、まあ、挑戦してクリアしたら、まあ、こういったアイテムがもらえますよと。まあ、これは、まあ、チケット5枚もらえるとかありますね。で、あと、こちらですかね。リンネの宿命。まあ、こちらの方も、クリアしてもらえれば、その、チケットとか。そういうのは手に入りますよと。あと、いろんなアイテムが手に入りますよっていう感じですね。で、まあ、この辺はですね、その課金すると、まあ、通常から高級、まあ、2400円ですかね。こちら買うと、まあ、高級が解放されるという感じになってますね。この辺はちょっと受け取っておくと。そうですね。賞金クエストはそうだと。まあ、そんな感じですかね。
で、あと、まあ、このモールですか。モールに行きますと。で、モールに行くと、まあ、こちらは、ま、さらにその限定ガチャ回したい場合は、課金すれば、まあ、このように、チケットついてきますよっていう、感じですね。まあ、この辺はちょっと無料なので手に入れておくと。いう感じですかね。あ、あとね、こちらですかね。で、まあ、これ、お宝探しっていうのが来てるので、まあ、こちら、お宝の鍵パックっていう、まあ、これはね、毎日無料でもらえるので、まあ、これは、もらっておくと。で、これが、ピースの方がですね、この100貯まると、鍵がゲットできますんで、それで召喚して、まあ、この枠内、お宝をゲットできるという感じになってますね。で、こちらの方も課金すれば、こういったアイテム。まあ、ピースとか、まあ、限定召喚のチケットがもらえますよ、という感じですね。まあ、そんな感じですかね。今、来ているイベントとしては。まあ、あと、まあ、限定パック関係ないな。まあ、そんな感じで、まあ、簡単なんですけど、まあ、ざっくりね、この、号機のイベント、ちょっと紹介してみましたという感じで、まあ、ちょっと見落としがちなところがいろいろあるので、まあ、ちょっとね、よく確認してやっていただけたらなと。で、まあ、個別でリンネの宿命とかはまた動画ね、ちょっと作ろうかなとは思っておりますと。いう感じですね。とりあえず、まあ、全体像としてはこんな感じと。いうことで、まあ、ちょっと動画作ってみましたと。まあ、よかったらね、高評価の方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは皆さんまた。